広島カープさん、二桁ホームラン打ってる打者がいない。広島って、9本。西川8本。坂倉8本。田中5本。マクフ5本。菊池4本。堂林4本。なんでこんなので勝てるんだい？暗い三遊のやん。ホームラン打たずに球数投げさせる作戦やから。中日が目指すべき野球してる。でも二桁ホームラン二人いる中日は40本。広島は54本打ってるんだよな。しかも今年の末だって打高球場なのにな。広島より総本塁打数が少ないチームが二つもあるらしい。これがタンプロの究極系やろ。立浪さんが求めていた理想のチーム。マジでなんでこれで勝てるのか気になる。他4球団並みに点取ってて、リーグ内で2番目に失点が少ないから。デビッドソンがサードファーストトップクラスに上手いのが、使い勝手いいんだよな。打つだけのやつっぽいのに違ったわ。ロッテも広島もピッチャーがええな。言うてどこもホームラン少ないしな今年。チーム本塁打で言えば強打、のベースとほぼ同じだし。巨人がヤバいのは野手全員ホームラン20本期待できるのに、点取れてないことだよな。山梨谷なし打線や。しっかりタンプロ浸透してんね。4番上本とかいう狂気。この戦力でずっと5割付近キープしながらの8連勝やからな。さすがにこれは監督コーチ陣の力が大きいわ。NPB って2点とか3点の勝負やから、ホームランとかなくてもええんやろ。逆に言えば誰が抜けてもええチームでもあるよな。現役時代4番の重圧に苦しんだ新井が、4番に上本や菊池を置くことで、打順を気にせずみんなが気楽に打てるようになった。坂倉を4番にしないのはそういうことやろな。今冷静に見ると頭おかしい打線やな。聖夜がハマスタのクソフェンスに破壊されず、阿部が面倒さに破壊されてなければな。懐かしいな。CS の時代だ、甘やとかまあまあ絶望感あった。三塁と松山の守備だけが穴のチームやったな。4番上本でも勝てるのは新井さんマジックやろ。坂倉が20本弱打つからセーフ。広島は秋山と西川と坂倉と投手のチームや。新井、立つ。単打でも点取れるんやぞ。